は目に余る惨状じゃの。先ほど見えた無数の宝石はこの時をが原因かの。あの絵巻、何やら入っていったようじゃが、こたびは今までと勝手が違うやもしれぬ。心して進むがよい。あんたも生き残り。その格好、よそ者か。この村はもう終わっちまった。残ったもんも生き地獄よ。何しに来たのか知らねえが、悪いことは言わねえ。この村にゃ関わらん方がいい。何しに来たのかしら。
から言ったんだ。あやかしなんかと慣れ合うなってよ。人の里がかように笑顔に満ちたところであったとは、余は思い違いをしておったのか。お忘れば共に、まさかそのようなこと。地で満ちておる。御仏の教えをこの地にも届けねば。
赤子がいるのか、助けないと。なんだこいつ。
我ら官軍がその崩れとは。将軍は無事だろうか。
わしらには鬼など止められん。あやつの妹は何をしておる。Thank you.
戦ただになろうと
まらき者よ。まれびとよ、同じ光を宿すようですね。兄の若い頃に少し似ているような。気のせいでしょうか。それはさておき、急ぎましょう。兄を止めるために。しかし、よう似ておる。そう思わぬか。大竹丸の妹だというのも驚きじゃがね。人は大軍を繰り出して兄を止めようとしましたが、全ては無駄に終わりました。兄は不死。人は大軍を繰り出して兄を止めようとしましたが、全ては無駄に終わりました。兄は不死。力任せに打つことはかないません。ですが、あなたの助力があれば、兄を止めるのもかなわぬ道ではありません。神妖の融和への道、共に切り開いてくれませんか。
この峠は神水のいずる地。されど兄の手下が根城としていれば荒れるばかり。その手下は悪事を尽くし輝く石を集めているという噂です。
兄は憎しみにとらわれ鬼を増やし続ける。兄を切らなくては融和の道は閉ざされるでしょう。あなたと私が共に帯びた光は我らあやかしを滅ぼす力を秘めています。不死たる兄は唯一恐れる光です。ただ兄を切るには準備と代償がいるのです。まずは輝く石を集めねばなりません。いつまでいつまで話を積みしく、礼を踏みしく、やはてきっとぞっさ。あのお方のためなら何だってやるよ。何だってね。あたいを救ってくださった大竹丸様。
兄も昔はよく懐かれていました。あの頃にはもう戻れないのでしょうね。
これで託せます、私の全てを。はあ、止まらぬ兄の怒りは新しい争いを生み続ける。血を分けた妹たる私であれば、兄を倒す刃を生み出せましょう。人とあやかしが共に暮らせる世のためなら、半身たる守護霊を失おうとも構いません。時を超えし稀人よ、兄を斬る定め、果たせるのはあなたのみです。争いを望む強い憎しみが禍々しい妖気となって、日の本の全てを覆いつつあります。手を打たねば打つ潮は終わりなき大禍が時となり、人とあやかしが永劫に争い合うことになるでしょう。絶海の孤島鬼ヶ城、妖気は彼の地より放たれているようです。不死たる大竹丸にこうしうるは、霊石の輝きを帯びた刃、ソハヤ丸のみ。若者よ、どうか大竹丸の破壊と暴虐から世を救ってください。
いらっしゃい。私も村正の名に恥じない。あなたの役に立てるよう私も腕を上げなきゃね。何か探し物？毎度あり。またどうぞ。どう。
愛いれぬ人とあやかし、皮肉にもこの孤島はその写し絵じゃろうて、憎み合う心が互いの隔絶を生んだのじゃな。猫又よ、やけに感傷的じゃのう。今は大竹丸を撃つのに全力を傾ける時。奴の心中はいかなるものであったとしてもの。
に囚われておったのか。どうにかして助けてやらにゃ。仲間を撃ってこのざまかよ。もう助けは来ねえよ。
さらってどうするつもりじゃ。互いに恐れ合う人とあやかし、分かり合うにはこの海をまずは越えてみなくては。
レオ、ガラスワード人かなわない。
Thank you.
Thank you.
Yeah.
手当てをしたら、あの方、何度もありがとうと。人とは、さほど恐れるべき相手でしょうか。Get out of here!
ず。
惑ボイガでヤゴスタ塩辛味。Today! Come on!
盗みを働いた者を血祭りにあげたまで慣れぬ下せぬは妹よ、我らはあやかし所詮
覚悟か人と忘るなど虚しき夢をならば夢ごと滅ぶがよい。 何故人に組みするか。